おはようございます。お疲れ様です。今回半年ぐらい前におすすめしてもらった、あかりちゃん？せいちゃん？っていうゲームをね、フリムにあって無料でできるらしいんで、そう、即ダウンロードしたんやけど、半年、やるのに半年以上かかってる。ちょっとまあ、とりあえずやってみよう。出だし早々、なんかやばい雰囲気が出てるんで、ちょっと一回止めたんやけどね。まあ、これいい感じだね。この音楽がついてる。つけたんよね、これ。このゲームのために。ゲームのためではないのか。いいんかな、これ。てか、よく見たらこれなんか、抱きついてるやつも、なんか違う気がするな、俺。生理じゃん。でわでで生理生理これあじゃあ なんだこれ。なんかこのまま聞いてて、俺がヘラヘラしてたら、俺が変なやつに、俺が変態みたいな変なやつになるからね。じゃさっと行こう。あなたは死んだことがありますか？ No。全宇宙には神の子が150名存在する。神の子はそれぞれ生みの親である神によって各惑星に送り込まれる。ちなみに地球には神の子は45名。そして神は宇宙に生息している。神の子はそれぞれ守護神である守り神が必要であり、守り神を誕生させるためには、させるには、誰かを生贄にしなければならない。はあ、神の目的は、え？神の目的は後継者を見つけ死ぬこと。そして後継者に選ばれなかった神の子は自分の守り神に殺されてしまう。逆に後継者が決まるまでは神の子は守り神に守られ続ける。世界観がちょっと俺は馴染みがない気がする。そして地球に送り込まれた99人目の神の子のお話が始まろうとしている。98人は死んでいるというわけ。殺されちゃったのかな。後継者にふさわしくないって、どんだけ見る目がないねんというのもあるけどね。まあ、ちょっと、今日は、北条ゆい、ちょっと読むのが恥ずかしい。あの、恥ずかしいことじゃないんやろうけどね。北条、なんなのよ。さっきでしつこいわね。へへへ。いいじゃねえか、遊ぼうぜ。それに、ほうじゃさ、さっきから、お元気すぎるのよ。いや、それはお前の名前が。いや、お前、それはお前の名前がないらしい。聞く。そんなボケどうでもいいから結婚してくれよ、さ。じゃあ、キスだけでも。あれ？てめえ、あんま調子乗ってると腹殴んぞ。助けて、神様。助けて。セリ、何のつもりだ？神様、助けてた？セリ、お前、俺を悪者扱いしやがってふざけんなよ、神の子だからといっていい加減に。ちょ、ついつい挟まれる絵が気になる。すごく。母ちゃん、リュウサ、なんでこんな場所で。てめえ、俺ははめがったな。絶対許さねえ。俺はすごい嫌な予感がするな。そんな、
教授が、どうしよう、どうしてこんなことに。ペタン。あららららら、これは、なんということでしょう。砂の上には一筋の黒い、ちょっとやめとこう。あなた、何歳？名前は？ってまだ喋れないか。まだ喋れない。いや、プルプルした気持ちいい。母性本能くすぐる。これはちょっと嫌な予感がしますわね。嫌な予感がするね。こんなことしてる場合じゃないわ。ホジはまだ生きてるかもしれない。一刻も早くズドンド村のみんなに伝える助けを呼ばなきゃ、何か嫌な予感しかしないんだが、動かすのは十字キーでいいのかな。なんか光ってる神のかけら。I'm a God Child というわけで。I am a God Child。経験値は浅い。な？ HP0 になると戦闘不能になります。技を使うと SP や HP が減ります。やで、ベップで休むと HP のスピード状態上回復します。あい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 。キーボード入力、コピペでもいい。ええ、打てたね。セーブ、いつでもセーブできます。なので、まめにセーブすることをお勧めします。勉強触るからこまめにセーブしといてね。調べることについて。本だな、船、なん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 ね。いろいろあるよね。あかりちゃん聖者について、このゲームはウェブ漫画聖者のをゲーム化したものになります。漫画を読んでなくてもオンラインなので安心してこのゲームをお楽しみください。このゲームはパーティー編成があります。仲間パーティーは4人までですが、仲間になるのは5人以上存在します。仲間に複数人のうち4人をパーティーメンバー、4人をパーティーメンバーを宿屋など、4人のパーティーメンバーを宿屋などで選ぶことができます。制作者リンゴについて、このゲームの世界に制作者のリンゴはどっかに隠れております。見つけたら何かいいことあるかも。いいことあるかも。多分ないよ。まあいい。でも触れない方向でのドッキリしそう。ちょっと BGM と。ちょっと立派。音量もちょっと下げるか。3ぐらいでいいかな。ダダ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 
ヘビ。経験値いっぱい。ゴールドいっぱい。で、いや、もうちょっと。むっちゃ湧いてきよるな。エンカウント率下がるか。でん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 。片手でできるのはいいよね。片手でできることはないんやけど、このあれこの1パターンしか、あ、やばいやばいやばい、ちょっと普通にぶち抜かれそうなんやけど、あかりちゃん、俺もあかりちゃんって呼ぶことにしようかな。 ESC が、あー、なるほど。じゃあセーブしとくか。8分、俺8分もやってんの。薬草、クソつかな、しゃあないよね、これ。人工呼吸器、何やそれ。一人で戦闘不能から、そうですね。いや、このパターン、おいおいおい。ワンパンでいけんかったら、HP がちょっと、これ、こっから出るまで、タキーのちゃうかな。でーって、でー、最大 HP プラス48、なんか、ちょっと、一瞬、チラッと見てたんだけど、やば。もしかしてこれレベルあんま上げん方がいいゲームかな。いや、稀にあるよね。レベル上げると、後から、敵も同じように強くなっているとか、敵がそれ以上に強くなっているとかさ、エンカウント率が上がっているとか、ボスが強くなっているとか、なんか拾えんようになっているとか、結構あるんでね、気をつけて。亀最初に倒した方がいいかもしれんな。初見なんで、あ、いや、そんな強くないな。火力はない。火力はないし、HP もない。あ、ゴミクズかな。あー、これそういうことは、下に、南に降りていったらいいよね。ワンパンで決めていきたい。薬草はちょっと、あんま使いたくないよね。どこで使わされるかわからへんし、その、売ってないもんとかってちょっとね、あれなんで。
毎回3体出てくるの？マジか。いや、これしてたらなんかドラクエやりたくなってきたけど、なんか知らんけど。とりあえずこれ、結構今序盤俺楽しんでるよね。ヘビと犬、ヘビ犬ヘビか、ヘビヘビ、カメ。そのパターンが多いのかな。麻痺。状態異常とか。全然、ちょっとまだもうちょいレベル上げした方がいい気がするわ。これちょっときつい気がする。ちょっともうちょいレベル上げ。いや、もうドラクエをね、まあ、FF もそうなんだけど、やってると、なんか次のマップに行くのが怖くなるっていうあるあるね。あんまないないかもしれんけど。あ、ヘビ、カメのパターンもあるね。もうダメージ入らないなって。ここはそんな経験値ないのかな。で、ここで、じゃあ前のところで、洞窟とかでね、レベル上げしてると、次のところ行くと、経験値も、じゃあもっと経験値効率がいいやつが出てくるみたいな、あるあるよね、これ。もうちょっと、まあ、怖いんでね。で、プレイ時間の目安、8時間とかやったかな、なんか、結構なに。で、俺、こういう風に進めてるからさ。多分普通の人にかかると思うな。セーブはこまめにしとけって言うてたよね。BGM とか全部あれしっかり使ってるんで。でんてんつってんつってんつってんてんてんつってん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 。パターンが、ヘビヘビカメヘビヘビ。じゃあ、ヘビ、犬、ヘビ。犬、犬、カメもあるのか。じゃあ、一応全通りあるんかな。単体出てくるはないっぽいよね。これじゃあ、セーブしとけっちゅうことやろ。で、いろいろ分岐があるから、いろんなとこ使っていって、ここはズドンゴ村やったっけ？ドドスコ村か。おや。おや、サーリちゃん、どこほっつき歩いてただか。どこを突き歩いてただか。休みますか。こういう感じ？ロケストを1個手に入れた。マップを手に、マップってこれ M ボタン。M ボタンじゃねえのか、マップ？ふんわりしてる。俺今どこにいるの？アプリカ島かな。じゃ、バルダ島？ちょっと、マップ閉じられへんねん。嘘やろ？マップ閉じられへんねんけど。そういうこと。マップ閉じられへん。動けん、マップなんか使うなってことか。はいはいはい、わかったわかった。しっかり。マップは使うなね。オッケー。まあ、そういうのあるあるよね。まあ、ないないな気がする。ここでマップ使うとバグると。これさっきやってみたな。てんてんてんて、カエルの世界心配したよ。村人、その背中にいる生物は何だい？村人よ。あれ？じゃ、あれ？おい、おい、無人兵、うちを抜けるって？失礼。すごくいい薬草か。薬草って買っといた方がよくね？いい薬草買っといた方がいいんだよね、多分。SP が回復する。SP いまいちわかんねえな。お？人兵？うちを抜。まんままんま、おい、ジンベエ、うちを抜けたいって？ちょっと違うな。セイリちゃんはズンドブラにとって大切な神の子だからな。
ふうじこさん。ちょっと。村を回ってるときは、あれ北条は？はお、村、村長はずっと神の子に怯えてるけど、セリは、明かりは普通の12歳の女の子と変わらないよ。思うじゃん。今人埋めたんだよ。なんだ、セリ。明かり、顔が悪いぞ。顔が悪いぞ。もう純粋なディスやからね。いや、それよりも。明かりが背負ってるその生物はまさか。あ、どうしちゃった。それは大変だ。村をみんなで助けるぞ。ズドンド村のみんなで北条を探し回ったが、北条の姿は発見されることはなかった。セリフしかないよ、ね、あかりちゃん気にするな。なんで？北条が死んだのはあかりちゃんのせいではない。もう自分の子、そんなことあってはならない。言い聞かせてるよ、ね、ちょこ言う。だから神の子に手を出したらダメと言うだけ。神の子の天罰だわ、恐ろしや。あらあかりちゃん聞こえてないわよね。北条いいのは墓のようだ。どんどんガン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 。マジか。基本的に RPG でモンスターとかと戦ってたり移動してるときはもうなんか新しいね、何かを発見、ゲームの外で何か発見できるか常に考えながら今回は頑張っていこうか。最近、なんか、モノマネのレパートリーですか？モノマネのレパートリー、そもそもクオリティが低いんやけど、クオリティ低くてもね、100個やればね、あの人、うまいんかなみたいな。なるよね。数打てば、そう、もう、催眠洗脳と一緒やね。間違いなく。あれ、この人がすごい人に見えるみたいな。ほんまにゴミカスみたいな、あの、やつでもね、こう。100回同じこと言いとってたね。あと環境も大切やね。あの、なんか、なんつうの？ちょっと取れへん。回っていくんか。人生と一緒や。回り道。てん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 てれてん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 てれてんてんつてんてん。人工呼吸器。各家に。人工呼吸器なんか違う。嫌な予感がする。ふうじこさん、それはねえよ、それはねえんじゃねえの。ふうじこさん、ちょっとどんどんクオリティ下がってる。怖いね。これがでん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 。神のかけらって何なんだろう。調べた方がいいのかな。船乗ってけっちこと。薬草3性質。ちょっと次、俺、どこに行けばいいのかな。あ、そういうことじゃないのかな。え ?SP も減ってっからね、地味に。どこ行けばいいか、道しるべをこう、ちょっと欲しいんだわ。そろせなかにいる、そろせなくている生き物はなんだい。ちょっとここでもう分からんくなってる。あれ、北条は？あかりちゃんは北条を埋めた。次回。あれ、そうだ。待って。あかりは12年前、突然空から赤ん坊の姿で降りてきて、私たちへあかりを育てた。村のみんなから神の子と呼ばれたけど、ごく普通の女の子とあんな変わらない日常だったはずなのに。あかり、休みなさい。あかり、休みなさい。私が北条を殺したのかな。私、北条に襲われそうになった時、神様に助けを求めてあげ、それで北条は天罰として神様に殺されたのかな。それって私が神の子だから、それとも国が北条を殺したの？
もしそうなら補助を返してあげて、死んじゃうなんてかわいそすぎるよ。ね、なんか答えてよく見よう。ブニャー。何人のことを言っているのかな、あかり。え、村長さん？うん、まるでその生物と話しているように見えたが。違います、これは人形です。生きてなんかいません。そうか。まあ良い、じゃがくれぐれも疑われる行動はせんようにな。何しろ今村人は神の子であるあかりに不信感を抱いておるのじゃから。私、村を出なきゃ。北条を救うための戦いが今始まる。みたいな、こういう感じ？これ以上、ずんどこ村、ずんどこ？違う、ずどんど、ずどんど村、ずん、ドゥ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 一切によると、神の子は誰かを生贄にする、生贄にされたものは守り神に生まれ変わる。つまり、保証は明かりによって生贄にされても、保証は、明かりの守り神と生まれ、とし、生贄にされ、明かりの守り神と生まれ、明かりは守り神に生まれ変わるのだろうってことかな。だが、保証は不本意に守り神とされたため、危険。あ？じゃあ、保証が守り神にされたんか。恨みから生まれた守り神はやがて神の子である明かりを。あ、守り神が北条に選ばれたよね。うげ、なんだこの匂い。毒まさか。毒？え？え？どういうこと？守り神であるプニオによってズゾンの村は毒に追われ、総勢63名が死亡する。なんで？本当にバイバイ、みんな。プニオは置いてきたのかな？本当にバイバイ。私の名前はアカリ。神の子でも、神の子であるセイリって名前をもう捨てた。今日から普通の小学生として生きることを決めた。小学生、また明日も学校に行って元気に振る舞わなきゃ。お前の行く学校はない。な、普通に次回、令和の虎、なんとか、あれ、あの、令和の虎のナレーションの人いいよね。フラーを選択してください。2回、3回、ちょっと待った、乗らない。ダンスガン、ダンス、ダンス、ダン、ダンス、ダンス、ダン、ダダダダン、ダダン、ダン、ダ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 ドリームワード2巻、タクヤは墜落死して目が覚めると見たことの場所ない場所、ファンタジーのような空間のためタクヤは天国だと思うが、その時クマの格好したものが近くで話しかけられる。話しかける。名前はこれだ。ここは夢を持ったまま死んだものが集まるドリームワールド。ドリームワード2巻を手に入れた。いらねえ。いるのかな、わかんないけど。ズダダンダダ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 なんだ、まだふわふわして深い喧嘩を打っているのか、これ。X 機関に連れ去られた大西ダンマを、久保会長はそのままにしやがって、いい加減助けねえと、マジであいつ。宮田明、ちょっとこの、わかんねえんだよな。大久保拓恵、我々はゴッドマスターズ、神の子私を集めて、お前も神の子か、志村玄。おおお、私の守り神、額の目玉じゃ。どうじゃ、びっくりしたか、お父さん。額の目玉見えない。なし。後ろに何かよ。私はガッセンのグラム。グラム。マギウサとは因果関係にある。私が死ねばこのビルは消える。なんかわからない。わからないけど、座った方がいい。でててててててて。全然わかんねえや。ダラツダンダンダラ、またくね。学校、嘘、
流れ川先生ってちょちろりこぐみ変な事件を起こさなきゃいいけど、今日試合見るかしら。立花明かりと女の子はどこから来たんだろう。私か。私は立花明かりなのか。了解。ロッカーが開いてるけど、ここは何の部屋かわからない。世界史のために、ちょ、今何拾ったわからな、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 な。わからない。なんとかな、かけらはどこにある。俺が拾ったかけらは。集められてあった、ここにあった。養護教法有用女の子の日が来たらすぐ先生に相談してね。取って外れてるけど、心こもてれば問題なし。今から始まる2番の歌詞は正直全然思いつかない。だとまだ待って、カルミックスでフリーゲーム面白いよね。男たちみんなあなたの虜ね。さーん、え、歌詞全然思いつかない。音程がずれてる。気合を入れて出したかな、彼を。はよう、花びら小学校下ネタ、転校してくれてありがとう。相談があれば私の家に来るといい、いろいろ教えてあげるよ。お前やべえな。はは、だったんつだったんつだったん、立花さんは可愛いの。ギター立花さんが来るまで私がアイドルだったんだから、あまり目立った行動はしないで。あかりちゃんの歌を私歌いたいです。です。あかりから波長を感じる。もしかしてあかりって神の子を背負っているのは守り神だよね。あ、ごめん、今のは聞かなかったことにして。あかりファンクラブっていう部活作って。あかりちゃん人気だからね。だからあかりちゃん後で、いいでしょう。後で部室に来てね、待ってるよ。嫌な予感がする。じゃじゃ、おむむら歌のどこで切れるか。あ、え、あかりちゃんとチューしたい。露骨に憎みの村だってキモいよね。彼の出身のイケメン、イケメンたら誰。いや、俺の中学校でもおったな、言っとったやつが。すげえ俺聞いて、ああ、イケメンも大変だよなと思った。イケメンっていうだけ誰でもいい。じゃあまあ、セーブしとくか。ずんどこずんどこ物質、どこにあるかわからない物質、わからない。ずんどこずんどこずんどこ物質、どこかわからない。物質物質ここか。世界史とかなんか歴史のじゃないやね。あかりファンクラブに入ってくれてありがとう。入部してくれたのはあかりちゃんの一人目。マジかよ。僕はあかりファンクラブの部長、村田純、村田と友達いいよな。あ、おめえ、使えんのか。あ、花びら小6年。おい、クソ雑魚じゃねえか、おめえ。いや、頑張れ。クソ雑魚だが、あ、なんかおるな。見つけた。あなた誰？なんか、後ろにおるな。ちょっと話したいことあるんだけどいいかな。レースで分かりって呼ばれてるみたいだね。99人目の神の子は。神の子、現世神の子呼ばれてる。あなたは誰かな。花びら山の山頂で待ってる。学校のみんなに神のことをばらされたくなかったらね。ブリオ怖い。花びら山に行くしかないけど嫌な感じ。こいつ村田を何これ。村田を生贄しよう。神のかけらを手に入れた直後だからこまめに潰した方がいいんだよね。だんだんちょっとなんか、おお、強いのかな。あ、やばい、ガチ強じゃん。はあ、毒。
村田純弱っ。ちょっとこれきついな。ナイフナイフ、アイテム、普通に知った、普通に死んだんだが、村田お前成長すんのかな。村田にかけるナイフ、装備書すっと整えに行くか。じゃあようこそ、ここは変態村の花びら町。作り込まれてるね、ホテル。ニュースでバルダトンズドンの村の人々が全員を信じたらしいけど、何かあった？神って信じるかい？神って信じるかい？パーティー編成。ぜっ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 、村田弱すぎ。村むんむん、村むんむん、村むんむん、村だ。正直努力低すぎて、村むんむん、村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 だ。戦いで後にしかならない。おとりか。一旦耐える人形やで。一旦耐えてくれるおとり人形。地震に港があるから、他の島にいつでも行けるよ。ありがとう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 。今日も一日楽しい日になったね。ね、ハム太郎。知ってるかな？素敵な日やったっけ？素晴らしい日やったっけ？なんか、何日やったかな？いい、セスス3、センキュー。セスイ薬草、ドリームワールド。ちょっと今飛ばしちゃったわ。勢い余って飛ばしちまった。今の俺は誰も止められない、そんな勢い。平和な島あん。ボールか。タコー。嘘でしょ。パクれねえかな、これ。ワンチャンいけそう。でもあの山さ、絶対無理じゃない？俺の能力では。いや、回復もな、正直言って。小雨さんっていう人才の子、一軒家で一人暮らししているらしい。両親は何してるんだ？まあ、ルカワさん、そういえばなんかあったね。ルカワ先生。武士ですか？許せねえ。許せねえよ、い。許せねえよ。じゃ、なんかちょっと、膝、これかな？ちょっと離れにある。どうしたらいい？山登りゃいいのかな？ま、じゃあ、分岐を。だってさ、普通にこれ強くね？特殊技能なんかあんのかな？ファイナルアタックみたいな。いや、絶対弱いよ、村田。ナイフ、まあ、ナイフ持ってっから。いやー、村田、おめえ弱い。全然ダメだ、村田。レベルが上げられ、すぐ死なれちゃう。戦闘のこいつ落とす必要あんのかな。結構厳しい仲やけど、すまん。しゃない気がする。
違う違う違う。まあちょっとずつ進んでいくしかないよね。別に強いモンスターだんだんこう先に進むごとに強くなるわけじゃなさそうなんで、一回深いというのをうまく使いながら進んでいき仲間を増やすしかないわ。そうだよ、ね、薬草も村田はしょうがない、諦めた。でも純村田もレベル上がりはもしかしたら強いかもしれない、活躍できるかもしれない。一日も割に美味しくないっていう、狼、あ、やば、やばめやな。攻撃力2倍はエグいっしょ。まあ、一回回復するしかないね。毒ももらってんもんな、こいつ。プニオ？あ、ちょっと待った。今のところ流れてセーター、防御力やっぱ多分大切だよ。あ、ワンパンで落とせるようになったらコウモリ、あ、全然食らわなかった。セーター強いな、ゼロダメはエグい。ここでじゃあレベル上げしてりゃいいのかな。セス薬草どこ行った？薬草も使っちゃったからないっちょ。どうしようもいっか。敵のレベルが急に上がらん限りはまあ耐えられそう。毒やっぱきついか。毒消しをしっかり使っていった方がいいね、これは。もうこれ存在が毒みたいなもんやけどね、こいつ。大丈夫か？アカリちゃんはダメージ食らわんようになったかな、激肩防御で。セーター、ミス当たらんくなったな急に。毒消しそう、あ、こっちか。普通の薬草でいいよね、この回復量的には。ワンパンは強いな。人工呼吸器になる。あなたを蘇らせる必要があんのか問題ってちょっと考えていきたいね。とりあえず置物にしとくかもだった。レベルガンガン上げていこう。インカウントがちょっと多め、結構多めだよね。インカウントが多め、良い薬草。え、毒か。消しそうも結構あるからいいっちゃいいけど、嫌な感じするんだよね。ちょっと使っとくか。ここでね、レベル上げられるだけ上げていった方がいいような気もする。ちゃんと来てくれたようだね。もう分かってると思うけど、僕も神の子見ての、まあ、守りが知らないよ。なんで私のこと知ってるの？そういう守り神何は、君神の子のくせに守り神を知らない。一体12年間何をやってきた。通りで僕たち神の子の海の親でもある。神も困るわけ。君と常にいるのが守り神。君はプニオと名付けるため。プニオが守り神。そして神の子同士は同じ波長を持っているためか、誰が神の子かもわかる。まだ君はその力を持ち合わせてないよ。ちなみに僕はもともと右ではなかったが、嫌いな教師を受け入れし、僕は右手となって守り神が生まれた。え？てんてんてん。まあ、そんなことはどうでも、今から君僕を殺してくれないか。
なんでそんなことをする必要が、全部人を殺したことないし殺せない。だから君をクラスメイトを皆殺しにする。守り神に殺せば僕は殺したことにならないし、第一君に友達は必要ない。やめてよ、これ以上私の居場所を奪わないでいいのよ。悪魔のくせによくそんなことが。つえ、ややつ、もしかして。ああ、まあまあ、あちょっと待った、待った。まあ、やや強感は出てるよな。薬草使わねばしょうがねえ。あ、死んだ。どうした？グーよく言ってくれたせいに人を殺すのは嫌だと。てことはその守り神の正体知らないようだな。そいつは君によくしている。ほう。ほう、また。主人公が死んでしまった。うん、なんだこれ。これは大丈夫なのかな。私の他にも神の子がいたなんて知らなかった。神の子のことを忘れて普通の女の子になるためにここに来たのに、私で99人見て何なんだ、神の子とそんなにたくさん。でも、プニオが私の守り神なんてびっくり。あの人が何をしたかっていうのか、私には分からなかったけど、私なんか怖い。だから、プニオしばらくミュッとさせる。北条さん？ちょっと、これ、ちょっと、どうなんだろうなぁ。下ネタ感は出てないことも、出てるっちゃ出てるけど、でも、まあ、うっすらだよね。大丈夫かな、これ。ちょっと、まあ、レベル上げすか。じゃあ、お疲れ様でした。またよろしくお願いします。ちょっと、次までにちょっとだけレベルアップしておきます。